スタートしましたのは男子 5000m 競走のジーグリー。男子 5000m 競走のジグリ第1周回、先頭を走りますのは旭化成延岡の沼口正彦君。まもなく第1周回 400m 通過です。400m 通過は67秒7。2分18秒1、この1周は70秒6。1000m 通過は2分53秒6、2分53秒6。1200m 通過です。1200m 通過は3分30秒2。3分30秒2。この1周はペース少し落ちました。71秒9。1600m 通過は4分38秒5。4分38秒5。この1周はペースが上がりました。68秒6。
2000メートル通過は5分57秒8。この1周は少しペースが落ちて69秒3。1000から2000に要した時間は2分54秒4。旭化成の本田拓実君を先頭に間もなく 2400m 通過です。 2400m 通過は6分59秒9、6分59秒9。この1周ペースがまた少し落ちてしまいました。72秒。先頭に並んできましたのは大阪ガスの辻横博樹君。辻横君はまもなく 2800m 通過です。 2800m 通過は8分9秒3。8分9秒3。この1周はまだペースが少し上がりました。69秒7。3000m 通過は8分43秒2。 2000m から 3000m に要した時間は2分55秒8。この周回で先頭が変わりました。先頭に立ちましたのは大塚製薬の井川敦史君。まもなく 3200m 通過です。 3200m 通過は9分16秒6。この1周ペースが上がりました。67秒1。辻岡君を先頭に間もなく 3600m 通過です。 3600m 通過は10分27秒3。10分27秒3。ペース少し落ち着いて70秒9。
先頭にレースは終盤、まもなく 4000m 通過です。4000m 通過は11分36秒8、この1周は69秒4。 3000m から 4000m に要した時間は2分53秒3。そして旭化成の足立君、まもなく4400m 通過は12分44秒、ペース少し上がって67秒2。4800m 通過は13分48秒2。この1周ペースが上がって65秒3。プログラム74ページ、プログラムをお持ちの方は74ページをお開きください。先ほど行われました男子 5000m 競走 H 組の結果です。1着7番、丸山文博君、旭化成、宮崎、14分23秒38。2着30番、村竹新平君、立命館大学島根、14分27秒39。3着8番大西智也君、旭化成、宮崎、14分28秒16。以上でした。ただいまより男子 5000m G 組の表彰を行います。表彰のプレゼンターはイオン九州株式会社イオン延岡店店長杉野康盛様です。ご案内は2015延岡若いレディの金子愛さんです。なお、このレースには副賞として、1位から3位の選手には、上地平よりバイオ茶、ナイキよりバックが、1
1位の選手には出野より記念 T シャツ、佐藤焼酎製造所株式会社より嫁岡さん芋焼酎両店が、2位の選手には清津商店より地鶏の富士宮機械店が、3位の選手には嫁岡食長より地鶏炭火焼機械店が提供されています。男子 5000m G 組第1位、本田匠君、旭化成。第2位、足立智也君、旭化成。第3位、東雄馬君、九電工。東君は自己ベストです。以上で表彰を終わります。